こんにちは、まんまるなです。今回はセリアとダイソーで買ってよかった便利グッズ8選をご紹介します。どれも実用的かつおしゃれで愛用しているものです。ぜひ最後までご覧ください。まず最初にご紹介するのがこちらの猫の形をした猫ピカという洗面周りのスポンジになります。ホワイトとブラックの2個入りです。気づいた瞬間にさっと汚れや水垢が手軽に落とせて、スポンジのり面がピタッとくっつく仕様になっているので、スポンジ用の収納カゴは不要です。サイズはとても小さくって手のひらに乗せるとこんな感じです。材質は外側がナイロン不織布、内側がポリウレタンフォームになってます。フィルムをペラッと剥がして使います。このようにくっつきます。糊になっているわけではないので、くっつけた面に糊がついてしまうということもないです。蛇口って水垢が気になっても結構ずっと放っておきがちだったのですが、これでこまめに掃除すればいつでもピカピカの洗面所をキープできます。こちらは小さいので掃除がしやすいのも特徴で、この猫の耳の尖った部分が細かい部分にフィットして掃除しにくい場所もきれいにこすることができます。ザ・お掃除用のスポンジという感じではなくって、猫の形も可愛くて小さいので、このようにインテリアとしても通用しそうです。次がキッチンツールスタンドで、こちらはお玉置きになります。お玉の置き場所に困った時に使えるすごく便利な商品です。お玉ってお鍋に入れたままにしておくのもちょっとだし、お皿に置いても倒れてきたりと置き場所に困って地味にストレスですよね。このお玉置きのいいところが、底の部分に傾斜がついてて、あと中央が少しくぼんでいるので、お玉についてる煮汁などがこぼれにくい作りになっていることです。またお玉の他にこのように菜箸を置くこともできます。色もグレーでシンプルで、このままキッチンに常に出していてもインテリアの一部として馴染みます。他に色はこちらのグレーと、あとホワイトとブラックの3色展開になってます。こちらの IKEA の399円のステンレス製のお玉置きと比べてみます。安定性はどちらも同じようにあります。菜箸もそれぞれ置けます。こちらの IKEA のは分解して洗いやすくなっているのがすごくいいところです。でもこちらのセリアのは一見この奥の方まで少々スポンジが届きにくそうに見えるんですけれども、実際はこれぐらいのサイズのスポンジだと奥まで入る幅になってて、きっちり洗えるので衛生面でも安心です。収納はセリアの方がかさばらずに収納できます。次にご紹介するのがダイソーの 500ml まで測れる耐熱計量カップです。200円商品になります。こちらはガラスでできてて、熱湯 OK でレンジでのチンも可能な商品です。測ってそのままチンできるので時短になるし、洗い物も減らせます。
よくある計量カップは目盛りや数字が赤い文字で印刷されてますが、こちらはブラックのシンプルな目盛りになってて、すごくおしゃれです。こちらのすごいところが、まずレンジでチンした熱々のものも、この持ち手部分は熱くならないので、スムーズに取り出せるところです。持ち手の大きさもしっかりと手が入る大きさになってて、すごく取り出しやすいです。さらに注ぎ口の部分が液だれしにくい形になっているのもすごく使い勝手が良くて気に入ってます。このように液だれすることがないのでストレスなく使えます。同じくダイソーで随分前に購入したプラスチック製のこちらの計量カップがだんだんと傷もついてきてるので買い替えようと思って購入しました。ガラス製だとプラスチック製に比べると傷もつきにくくて長く使えそうなところも気に入ってます。ただ1点デメリットがあって、目盛りが 25ml ごとになってます。なのでもっと細かく測りたいときにはちょっと不向きです。次にご紹介するのがシリコンの蓋です。冷蔵庫での使用はもちろん OK で、電子レンジも使用可能です。ラップ代わりに使えるのですごく重宝してます。ダイソーのシリコンの蓋はいろいろとサイズが豊富なんですけれども、こちらは一番小さい10センチのサイズのもので、このサイズだとちょうどコップにぴったりなので、私は飲み物を温めるときに活用してます。一回一回ラップを使ってチンする代わりに、このシリコンの蓋を使えばすごくエコになります。このようにコップに蓋をして持ち上げようとすると、持ち上がるほどの密閉度なので、冷蔵庫で汁や飲み物などもこぼれにくいです。また、こんな風にコップに水を入れて傾けてみてもこぼれません。あと硬い瓶の蓋などが滑って開かないときに、このシリコンの蓋を使って開ければすぐに開けられるので、そういった用途でも使えます。穴が端に開いているのでフックに引っ掛けて収納ができます。こういった商品って収納場所に困っていつの間にか引き出しの奥に眠りがちですが、かけて収納できるといつでも目について手軽に使えるのですごくありがたいです。次にご紹介するのがスラックスハンガーです。こちらの挟む部分が衣類に肩がつきにくいようになっているのがすごくありがたいです。またクリップの位置を左右に動かせるので、ボトムスに合わせて幅を調整できます。木製でシンプルなデザインなところがすごくおしゃれです。以前 IKEA のおすすめ10選で同じようなハンガーをご紹介しました。このように木の色味や幅が IKEA のとは違います。ただこのクリップ部分の強度やかける部分が回せるところなどは同じです。 IKEA のは税込み119円なので100均の方が少し安いですね。次にご紹介するのが冷蔵庫のドアポケットの仕切りです。2つ入りで100円です。伸縮式なので冷蔵庫のポケットの幅に合わせて長さを変えられるんです。最小が約 7.2 センチで、最大が約 11.3 センチまで伸ばせます。過去に冷蔵庫の仕切りグッズを買ってみたけど、幅が合わずに使いづらいという方にもぴったりです。
早速仕切りを使って収納してみます。冷蔵庫の収納ってごちゃごちゃしがちですが、これなら倒れてくることもなくストレスフリーで使えます。ただこのように冷蔵庫によっては下に隙間が結構空いてしまうので、小さいものだと仕切りと仕切りの間で転がってしまいます。なのである程度大きさがあって倒れてきがちなものを収納するのにぴったりです。冷蔵庫を快適に使うための収納ってなかなか奥深いというか難しいですよね。我が家もまだまだ見直しが必要なんですが、ひとまずこれでプチストレスが解消されました。次にご紹介するのがこちらのしゃもじです。しゃもじってなかなかおしゃれなものがない中で見つけたのがこのグレーのモノトーンのもので、一目惚れして購入しました。これ見た目だけではなく機能性も使い心地もすごくいいのでおすすめです。まず縁が薄くてご飯がすくいやすくなってるところです。実際に以前使用してたものと比べるとすごくこれはすくいやすいです。またご飯が縁につきにくいダブルエンボス加工になってると記載があります。あと丸みを帯びてるのでご飯をすくう用途以外に煮物やおかずの取り分けにも使用できます。こちらは立てることはできないんですが、代わりにスタンドがついてるのでこのように置いておけます。引っ掛け穴も開いてるのでかけて収納できるのもすごく気に入ってます。最後にご紹介するのが粉末だしボトルです。だしをこの中に入れると自動的に小さじ約1のだしが出てくるようになってます。わざわざスプーンで測らなくていいので時短にもなりますし、スプーンを洗う手間も省けます。ボトルの中に白い仕切りが入ってて、この仕切りがあることでここに小さじ約1杯分がたまるようになってます。このように出すと小さじ約1杯分きちんと出てきました。出すとまた小さじ約1がここにたまります。もちろんこの白い仕切りを外して普通に使うことも可能です。スーパーで購入するだしって袋入りのものだとお得感はありますが、スプーンで一回一回測って一回一回封してって結構面倒です。それがこのセリアの粉末だしボトルに移し替えることで以前より手軽にだしを使えるようになったのですごく重宝してます。最後までご覧いただきありがとうございました。
一つでもいいと思うものがありましたら、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。